皆さん、ナマステ。日本語のイピジのパーチシャーラへようこそ。私はカンナ・アニータと申します。ネル大学で日本語、日本文学、文化などを教えています。今日勉強するモジュールの名前は、東京オリンピック。そしてペーパーの名前は Modern Japanese Usage Current Affairs。 これは UGC の EPG パーチシャラの一つのモジュールとして、私アニタカナは朗読させていただきます。東京オリンピック学習目的。2020年に開催される予定がある東京オリンピックのことを知ること、その実施のいろいろな準備や競技場などについてのことを分かるということです。それでは本文に入ります。2020年に東京オリンピックが開催されます。日本では1964年に次いで2回目のオリンピックですが、実際は世界第二次大戦前の1940年に東京でオリンピックの開催が決まっていましたが、戦争のために開催されませんでした。本文の1、東京オリンピックの概要。1、開催予定日、2020年7月24日から8月9日までの17日間です。2. 参加国予定数207国。東京での開催は1964年の大会以来56年ぶり2回目で、アジア初の同一都市による複数開催となります。またアジアで開催される夏季オリンピックは2008年の北京オリンピック以来12年ぶり4回目です。なお、日本でのオリンピック開催は夏季冬季通じると冬季開催となった1998年長野オリンピック以来22年ぶり4回目となります。2番、東京オリンピック開催の決定までの流れ。2011年5月、国際オリンピック委員会は2020年夏季オリンピック開催地の選考スケジュールを発表しましたが、バク、ドーハ、イスタンブール、マドリド、ローマ、東京の9つの都市からの立候補の申請がありました。しかしながら、2012年2月、財政難からの脱却を目標していたイタリアのマリオ・モンテ首相が招致計画を承認しなかったため、ローマは立候補を取りやめました。同年5月に IOC 理事会において一次選考が行われ、大会の開催能力があると認められたイスタンブール、東京、マドリードの3都市が正式立候補都市に選出されました。第1回目投票では48票、第2回目の投票では
49票が必要とされています。2013年9月にベノスアイレスで開かれた第125次 IOC 総会において改正地選定投票が行われ、1回目の投票で42票を集めた投票が決定投票に進みましたが、2位のイスタンブールとマドリードが26票で同数となったため、2都市の間で投票が行われ、49票を得たイスタンブールが東京との決戦に進み、60票を獲得した東京が36票のイスタンブールを制し、開催都市が東京に決まりました。3、東京オリンピック開催のための非有用地実装定予算の7000億万でしたが、現在の試算では3兆円に達すると言われています。なんと現状は7倍以上に膨らみがあると言えます。オリンピックを招致するためにはお金がかからない方がいいので、もともと予算の低めに見積もっていました。しかし実際に計画を進めると建設費がかさみ、さらに施設のメンテナンスがかかる、維持費を考慮していなかったことも予算を膨らませた要因です。その予算の責任者は東京都、2020年東京五輪パラリンピック組織委員会、日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会という4つの団体が関わっていますが、誰が最高責任者なのかは曖昧で、予算が増えようが誰の責任にもならない状態でした。もちろん誰もチェックしていなかったわけではありませんが、頑張っている日本選手のためなんだからと言われてしまうと、予算超過への疑問の声を上げにくかったこともオリンピックというイベント固有の原因だったようです。ブラジル政府が過去の開催都市よりもコストカットに成功したと自負している。2016年リオデジャネイロオリンピックが総額約120億ドル、約1.3 兆円であり、2012年ロンドンオリンピックではスポーツ関連のみの費用が約140億ドル、約 1.5 兆円でした。ロサンゼルス五輪以降の8回の夏季大会の総額では、1位が2008年の北京オリンピックの約 3.4 兆円で、2012年のロンドンが約3.17 兆円で2位でした。4番、実施競技。IOC は2017年6月、ロザンヌで理事会を開催し、東京2020オリンピック競技大会の種目プログラムと選手数の上限を発表しました。IOC の発表によれば、既存の28競技において、新たなバスケットボール 3×3 や自転車 BMX フリースタイルなどが実施されることになり、東京2020オリンピック競技大会において実施される種目数は
321種目、選手数は上限は1万616人となります。2016年8月の IOC 総会では、既存の28競技以上の5競技、18種目が決定しており、これらと合わせて東京2020オリンピック競技大会の実施種目数は339種目、選手数の上限は1万1090人となります。競技会場5番メインスタジアムは1964年東京オリンピックでメインスタジアムとなった国立霞ヶ丘陸上競技場を建て直して建設される新国立競技場、別名オリンピックスタジアムです。その他主に内陸部のヘリテージゾーンと臨海部の東京ベイゾーンに分けられる各会場群にて競技が行われる予定です。札幌ドームのある札幌市は1972年に札幌オリンピックが開催されたため馬術競技とカーリングが開催された軽井沢町に続き世界で2例目の夏季冬季両五輪の会場が置かれた都市となる見込みです。6番経済効果。民間企業でもメインスタジアムと選手村をつなぐ道路の間にある虎ノ門一帯を再開発の見込みです。そのため4000億円を出資するなどオリンピックに関する各民間企業による投資や開発も活発になっています。そのため東京五輪招致したことによる日本国内への経済効果は合計32兆3000億円を超えて190万人の新たな雇用が増加すると主張しています。東京都は大会招致が決まった2013年から大会10年後の30年までの18年間の経済効果は約32兆3000億円と算出しています。この約32兆円は2013年から2020年までの8年間で約21兆円、21年から30年までの10年間で約11兆円と見込んでいます。うち東京都が約20兆4000億円と約6割を占めていますが、観光需要の拡大などに伴い、東京都外の地域にも約11兆9000億円の経済効果をもたらすと試算されています。大会に伴う全国の雇用増加数は、直接的効果の約30万6千人、レガシー効果の約163万2千人とし、うち都内は約129万6千人と推計しました。東京都の負担者は、大会は都内がメイン会場だが、経済効果は
地方にも広く及ぶだろうと話しています。また日本銀行は建設投資や訪日観光客の増加などにより2014年から2020年の実質国内総生産 GDP を累計で25兆から30兆円押し上げるとの試算を公表しています。みずほ総合研究所は15年度から20年度までの GDP 押し上げ効果を累計約36兆円と推計しています。リオオリンピックでもメダル獲得数。この図でアメリカ、イギリス、中国、ロシア、ドイツの金銀銅合計121のメダルの統計、さらに日本、フランス、韓国、イタリアとインドの金銀銅の合計が載っています。が記されています。なお、過去の日本のメダル獲得数は次の通りです。開催年、この数形を見るために ETEX を参考にしてください。これを見るために ETEXT を参考にしてください。